人生何度でもやり直せるよ。ケンちゃんゴーゴー始まるよ。桂木彩ちゃんは、はい、もう引退されてね、まあ、結婚されて落語家の人と、結婚してすぐ短いことで離婚されちゃったんだけども、はい、今聞くとこによるとある情報で、豊島区の目白にお住まいだということでね、はい、彼女は、外国の親の血が混ざってクォーターだと思うんですけどね、ムー一族でデビューされてね、はい、まあ、今だからはっきり言いますけども、まあ、今天国に召された。当時番組の中で轟二郎ちゃんと桂木綾実は本当に付き合ってました。それは収録中にって、そうです、共演している最中にということなんですか。で結局は別れることになっちゃったんだけど、はい、あ、そうなんですか、うん、だからとんだカップルの内容っていうのは、はい、この役名でいう織田裕二、織田隼人が、はい、山場慶を好きになる役だったんだけども、はい、あ、そういう本当に恋が実って、はい、場外では お二人はお付き合いしていました。宮脇健ちゃん、やっちゃんはご存知だけど、他のスタッフとか共演者は知らなかった人知ってました。だからね、この人の証言もあります、はい、岡本プクちゃんっていうのがいてね、そうそう、このね、岡本プクというね、はい、学生役で出て、はい、実はこの岡本プクちゃんっていうのは、はい、燃えろアタックに出てて、三原純子が僕と、番組が一緒になってゴーゴーチアガールでお付き合いすることになった、はい、二人の共通の友人、これが岡本プクちゃん、はい、同じ岡本で、岡本ちゃんも会ったことあるよね。あるあります。いや、面白い話があってね、岡本ちゃんは今、はい、あまり年いっちゃいけないから66歳になると思うんだけど、ご結婚されて、はい、静岡県にお住まいで、今、民泊をやられてます。あ、そうなんだ。まあ、流行り病の真っ最中にやったんで、かなりダメージ受けたんだけど、はい。福ちゃんとは僕、唯一連絡取り合ってて、うちの子供も、涼介、今26歳の息子がちっちゃい時も、静岡の温泉にうちの寮母と行って、涼介も連れてって、福ちゃんにおんぶしていただいたり、はい、いろんな思い出がありました。この福ちゃんもね、はい、まあ、脇役の脇役だったから、大部屋だったんだけど、俺はなぜか、はい、新しい東映のビデオスタジオの個室があったんですよ。はいはい、俺みんなと一緒にいたいから自分の個室使わなかったの、はいはいはい、で当時俺の個室を唯一一人で行ってガーガー寝てたのこの岡本プクちゃんだったんだけど。あ、そうなんですか。当時俺のね、運転手専属ドライバーもね、はい、俺が早く撮影終わってんのにちょっと待ちましょうってか、なんで早く帰れよって言ったら、いや岡本プクさん終わってないからちょっと待ちましょうって、いいから帰れ、お前誰から給料もらってんだって俺言ったことあるんだけど。でもそこまでドライバーさんと仲良くなられてたってことですよね。まあ、はっきり言ってね、ひどい時俺電車で、大泉の東映行って、うちの、専属ドライバーが中野坂上のプクちゃんのアパート行って、うん、プクちゃんを乗せて東映に来たって。すごい、わけわかんない、わけわかんないことが起きてた。でもそこまで親しくなってたっていうか、仲良くなってお願いして、まあそうだね、っていうことですよね。まあ、だからさ、うん、あの時今思い起こせばさ、黒塗りのハイヤーに旗がついたバス止めハイヤーがいっぱい来てるって俺平田プロに電話して、現場に飛んできたの、当時平田プロにいた岡本ちゃんだもんね。はい、ハイヤー3、4台来ててさ、三原純子との、交際がバレてさ、そう来たんだよ。その印象が強いです、その、ね、あの思い出で。で、もう一個は大勢で映ってる出演者。はいはい。今出します。うん、これでこれでいいですか。あ、これはね、うん、同窓会なのね、はい、それで真ん中に白い帽子かぶってるのが、はい、今は亡き轟二郎ちゃんです、はい、これちょっと左手で隠れてて見えてないんだけども、二郎ちゃんは杖ついてきてね、脳梗塞をやられたそうでね、ちょっと歩行も大変で、はい、来てくれました、うんうん、ね、でもね、まあ、言い方あれですけど、みんなでもう一度やろうっていう話が起きていながら、なかなかみんなで会う機会がなくて、そう、同窓会やろうっていうのもね、流行り病でもあったり、そう、あとみんなもそれぞれだから持病があったりね、はいはい、もう牛久保さんも83かな、はい、だから今歩行が杖がないとやっちゃう、俺も大変だよって言うけど、この牛久保さんとはね、ラブラブショーで、はい、彫刻の美術館箱根行った思い出もあるしね、本当
に素晴らしい方です。演出家としても本当に、はい、あのね、とんなカップルっていうのはあるタイムキーパーのミスで尺が余っちゃったのね、秒数が。はいはい、それでその最後何かを埋めようっていうんでね、はい、NG 特集って牛久保監督がやったことが大当たりして、あ、じゃあそれは尺が余らなければ埋めるためなの、うん、NG 特集はなかったんだ。そう、 NG 特集がね爆当たりしたの。それであともう一枚集合写真があるんだ、出演者のね、はい、多分もう一個あったはず、ね、これそう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 、はい、これあってね、はい、あ、そっか、この集合写真にはなかったな。あとね、蔦木恵美子っていう、恵美ちゃんっていうのがいてね、はいはい、もう一個なかったかな、なかったか。ごめんなさい。そのね、蔦木恵美ちゃんも癌でお亡くなりになってね、はい、それから一番早く亡くなったのは、当時石原軍団、石原プロダクションにいた、秋山武っていう、はいはい、秋山さん、たぬきっていう役を当時、とんなカップで。彼は癌でね、早くお亡くなりになって、いいところお坊ちゃんでね、はい、当時脇役なのにベンツで、東映の大泉来てましたけどもね。だから、秋山武、蔦木恵美子ね、はい、それから、轟木二郎、はい、それからもちろん校長先生がいたんだよ、はい、北村さん、そうそう、北村先生、この人もうお年で亡くなってるしね、はい、だから正確に言うともう今 4,5 人お亡くなりになってんだね、はい、でプロデューサーはフジテレビは塚田さんっていう方だったけど、はい、もうお年でお亡くなりになってるけども、はい、まあ本当にね、僕もいろんな作品をやった中で、このとんだカップルっていうのは、本当に楽しい作品でした。だから僕はね、あの、休みの日でも現場の雰囲気が味わいたいんで、東映ビデオスタジオに行って、内久保さんに、やっちゃん、今日出番じゃないよ、遊びに来たんだよ、つってね、はい、とんだカップルの次にね、とんだライバル、とんだパープリンってあったんだけど、実はそれの主役やってた、服部真子を見たくてね、はい、僕は東映に行ったの。あ、そうなんだ。そう、でその時で、ね、自分でクラウン乗って、トヨタのクラウン乗ってたんだけども、服部真子がフォードのフィエスタっていう左ハンドルの、はい、1600cc かなんかの、はい、イタリアの車乗ってたんで、はい、それとお揃い買いたいと思って、俺クラウン売っちゃって。買い替えたんだ。そう、そのね、車、お揃いの色違いだけど、はい、服部真子とお揃いの車を買ったっていうね、思い出があります。へー、うん、まあ、とんだカップルっていうのは3シリーズあったけども、はい、それでこのとんだカップルの最後頃に千代田公会堂で不安の集いっていうのをやりました、はい、その時にドラマじゃないんだけども、僕と交際してた三原純子さんが、はい、やっちゃんに会いたいっつって事務所の青春を振り切って舞台に僕に花束を持って登場したのが当時三原純子です。それは本人自ら希望でってこと、運転手に言って、多分番組の合間に千代田公会堂行けって言ったんでしょう。スタッフみんなびっくりですよね。予定にもなかったです。で、三原純子がステージに上がってきて、うん、まあ不安の集いが大騒ぎになったの。だってそれは予告もしてないわけだし、ゲストとしても牛久保さんびっくりじゃないですか。そう、これでね、うん、NG 特集っていうのが何回もあったけど、僕自分で言うのもおこがましいけど、はい、僕は NG 一度もなかったんです。これは牛久保さんも、はい、やっちゃんはすごい、本当にとんだカップル一回もお前 NG 出さねえんだよって。僕 NG とか出すの嫌だから、はい、あのテープがもったいないとかフィルムがもったいないって、はいはい、昔の人間だから、はい、ビデオはとあの巻き戻せばいいんだけど、NG をなあんまり出さないっていうのが僕のあれだったんでね、はい、それで、その時に一個やらせの NG があった、はいはいはい、それはインカムを沖田ちゃんっていう AD が俺に持ってきて、はい、ちょっと久保さんと会話してください、スタジオの隅で、やっちゃん悪いけど、僕は桂川彩ちゃんの K ちゃんが好きですっていうこと、僕は純子が好きですって言って分かった分かった、やるよ、じゃあ3,2,1やお願いします。セリフの中では、うん、桂木彩ちゃん、うん、僕はケイちゃんのことが大好きでっていうセリフがあったんだけど、うんうん、僕は純子のことが大好きでやっちゃったー、やっちゃったダッ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 ダーっていう LG で、はい、実は牛久保さんと僕との2人のインカムでの上との、ね、やり取りで、インターホンのやり取りで僕はやらせる NG を1回だけやってるっていう。でその時にその皆さんびっくりされてるよね、共演者は。そう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 、え、なんでってなりますよね。内久保ちゃんとはまあ、うん、そのね、あったんだけど、うん、本当に僕が純子って言ったからびっくりしたんだけど、はい、そんな俺は桂木彩の 役として好きなことを純子なんてわざと言うわけがない。
ないです。すごい。でも、そういうことを直に話されてて、今、牛久保さんと会う機会とか連絡とかって最近はされてるんですか？たまにね、ショートメールを牛久保監督がいただくんで、僕も返しております。それからね、お手紙もいただいたりしております。はい、最近ちょっとハガキのお便りが牛久保監督から届かないんで、ちょっとお体のことを僕は心配しております。はい、まあそんなんで、さっき出た岡本プクちゃんがね、はい、当時はね、はい、三原淳子とも連絡取れて、はい、当時携帯電話とかなかったからさ、はいはいはい、だから俺も忙しかったし、レギュラー2本持って、はいはい、三原淳子もセクシーナイトで忙しかったから、このプクちゃんが、まあ僕と、三原淳子さんとの連絡役みたいになってたんですね。ですよね。で、この中野坂上にあった、プクちゃんの、風呂なしアパートが当時2人の密会場所になってます。あ、そうなんですか。うん、最初に淳子ちゃんがプクちゃんに相談したんですよね、流れ的に。じゃないのかな、その辺とかよくわかんないけど ね、だから僕は事故で提供のね、はい、病院入院してたその個室だったんで、はいはい、個室の電話に確かプクちゃんから多分電話があって、うん、途中で変わったのが三原さんだったのかな。あ、そうですか。でお付き合いしてくださいって言うんで、俺はドッキリカメラかと思ったんだけどね、はいはいはい、で今面白いっていうか懐かしいのは、当時のとんだカップルの主題歌っていうのはエッチ 2O っていうのが歌ってた、はいはいはい、なんとかのダイアリーって言ったら、はい、たかが恋なんて、なんとかって歌があったの、はいはい。そのね、エチスローって解散してるんですけど、この片方の人が熊本ご出身で、はい、俺が熊本よく出張することがあって、はい、熊本は奥さんの実家なのね、そのエチスローの片方のメンバーさんの。はいはい、でその奥さんの実家に東京から引っ越しちゃったんだけど、今、その元 H2O の一人、片方の人が、奥さんがマネージメントして、熊本の放送局でいろいろ活動してて、僕と再会をしたっていう。あ、そうなんですか。そう、だから僕はね、まあ本当に牛久保さんにいつか、お元気なうちにこの H2O を呼んでね、とんだカップルの、はい、僕はよくそのね、はい、H2O の片方の人に、とんだカップルのなんとかのダイアリーを歌ってっつって、ライブでね、はいはい、ギター一本で普段歌わないとんだカップルの主題歌を歌ってもらったりしたことあるんですよ。へえ、うん、本当にね、とんだカップルっていうのは僕の中では桂彩ちゃんの思い出もあるけど、重なって同時変更してた三原淳子さんの良き思い出もある。そして実際には、2年間の放送だったんですか、1年間。2年間じゃ、1年なかったんじゃないかな、10ヶ月ぐらいだったんじゃないかな。でも、私、ね、岡本の思い出は、本当にあの ND 特集が、そうびっくりしましたよ。で、ゴーゴーチアがあると、とんだカップルが並行してたから。はい、だから、プちゃんが、美肌女優と。そうか、両方の番組兼ねてるからね。そうそう、両方と連絡取れたんですよね。僕としては、はい、なんたって、夕方暗くなった時に、はい、控え室から表見たら、はい、スタッフが、宮脇さん、なんか、ハイヤーがいっぱい取材に来てるんですけど、見たら、黒塗りのハイヤーに旗がついた車が3、4台止まってて、女性自身、スポーツ新聞来て、やべえと思って、携帯ないから、俺、公衆電話かなんかで、ね、平田プロ電話して、岡本ちゃんが、大泉にすっ飛んできたっていうね。あれは、ベスト10で、恋人がいるって言ったんだけども、ね、あの当時三原淳子さんが、はい、TBS でなんかねドラマやってたの、もう一個、はいはい、それに金田健一が出てた、はいはい、で健ちゃんが好きでってみんなはね金田健一の方行ったわけ、はいはいはい、俺に言われよ付き合ってねえよって言ったら、誰だ後の健ちゃんはって言ったら、ゴッチアが出てる健ちゃんだったっつんで、はい、今日はどこに行って、多分スケジュール聞いたんだよ ね、 そうですね。で今日大泉入ってますって言って、東映撮影所に旗がパタ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 ついた。でみんなで迎えに来たんだ。えすごいね。でもね、あ3台か4台でも東映に泊まってたね。そうだから俺なんかもう悪いことした犯人みたいだったけどさ。でもだからそういう意味ではもう勢いがねすごかったですから ね、 純子さん自身も。そう、それでゴーゴーチアガールも視聴率良かったし、とんだカップルもそんなんで NG 特集を毎回やるんで、はい、視聴率がうなぎ登りでしたからね。はいはい、その中でも牛久保さんが言ってくださった、あの時のやっちゃんは破格で一番高かったしな。まあ思い出あるのは佐藤 B 作さんがね、セリフ覚えが悪くて NG が多いの。じゃあ NG 特集とかじゃないんだね。
LGOI 特集だよ。と佐藤 B 作っていうのは。でも B 作さんって自分で劇団主催してませんでした？でもこの人は本当ね、一生に、だからね、昨日もね、YouTube に上がってるから、いくつか見たのよ。はいはい。で、佐藤 B 作がね、NG 出して、うん、みんなが、あーってこけるんだけど、俺だけね、教室に座ってんだけど、冷めた顔してね、B 作のこと見てんだよ、ね。はいはいはい。よっぽどもう疲れちゃってさ、はい、おいおいおい、早く OK にしろよ、この野郎、また閉じりやがってと思って見てんの。はいはいはい、はい。で、俺の横で、足川まこっちゃんが NG 出すときあるんだけど、俺見てね、うんうん、無言でいるんだよ。俺すっごい冷めてるのね。だって出すやつって何回も何回も出すからさ、俺お腹空いてるしさ、いたたまれない気持ちになるじゃないですか、うん、だから僕はね、人生の中でこの人 NG 多いなって思い出あるのは、はい、この若かりし頃先生役の佐藤 B 作と、はい、ケンちゃんシリーズに通行人役、ほんと通りすがりの役っていう役名でできた、はい、出た当時のド新人の奥田瑛二さんでした、ね。今はもう監督もやり、もう大御所と言われてる奥田瑛二さんですね。本当にね、はい、まあいろんな良き思い出がありますよ。多分新人ながらすごい緊張して、真っ白になっちゃうんでしょうね。その時の監督も覚えてる、曽根さんっていう人だったけど、はい、かなりお怒りになってたけどね。あ、やっぱり、うん、叱られる。いや、ビデオはね、巻き戻してさ、うん、録画すれば、またそのテープ使えるわけよ。はいはい、当時、ケンちゃんはフィルムだからさ、NG してフィルムチェンジだなんて言うと、400フィートのさ、はい、フィルムをどこに捨てるようなもんなんだよ。あ、そう。だから、NG っていうのは当時。だから、俺、その癖があるから、VTR で巻き戻しはそれ生かされるんだけど、うん、NG 出しちゃいけない、NG 出しちゃいけない、フィルムを無駄にしちゃいけないっていうのが俺、ケンちゃんで。覚えてきたから LG なかなか出さないんだよね。でもそれが染みついてセリフ覚えが良かったりとか、だからね、 LG 特集がね、数字取れるようになったから、今ではあんま亡くなった人のことはあまり言いたくないけど、その時需要なんか受けを狙ってね、あ、そうですね、自分でね、なんかいいとこもらおうと思って NG 作ってるやつもいたんだよ。そうですね、ついこの間もなんか NG をまとめてたよってテレビでやってましたね、うん、だから、うん、あんまりそうやって自分で作り NG をやつやらしくなっちゃう、ね、ですよね、うん、そうすると本気の芝居と中途半端になっちゃいますよ ね、 ね、芝居もね。でまあ、次郎ちゃんもね、俺はあんまりトンタカップでやってる時は会話はなかったんだけども、その後ね、何回か、はい、会話するようになって、まあ、プクちゃんと同じ静岡県にお住まいだったんだけども、はい、息子さんはお一人いらっしゃるのかな、結婚は 2,3 回されてるみたいですけどもね。あ、そうですか、うん、まあ、プクちゃんも60後半になって今静岡で旦那さんと、はい、民泊をやられてます、はい、もし静岡に、ね、行かれる人がいたら、プクちゃんの民泊を今検索するといろいろ出てきますんでね、はい、で主役の足川誠くんは今でも、はい、四ツ谷三丁目のマルショースーパーってあるんですけど、はいはい、スーパーマルショーの今建て直ししてるけど、右隣、わかりやすく言うと吉本で太田プロが入ってる新しいビルの地下に、はいはいはい、アブさんってあります、はい、これ居酒屋なので、水島新司さんの漫画を題材にした野球のアブさん、漫画の看板ありますよね。そう、そこの店長っていうか一番長くもう30年以上勤めてるのが足川誠くんです。それは、そこのオーナーが、映画やドラマ、舞台が入っても自由に休ませてもらえるって、とっても恵まれた環境で、はい、四ツ谷三丁目マルショースーパーの右隣のビルの地下の、居酒屋、アブさん、はい、ここ訪ねてみてください。もし映画や舞台がなければ、とんだカップルの主人公の足川誠くんもいるはずなんですね。だそんなんで、それぞれがそれぞれの道で頑張ってますけれども、なんせ僕より、学生服着てたのが、俺より年上のおっさんですよ、がいたわけだから。ね、うん、だから今思えばね、いろんなね、今大俳優になっちゃったり、お笑いのね、うん、大物になっちゃった人がまだまだ新人で出てた、若き良き時代のとんだカップルのお話でした。はい。まあ皆さんからもね、はい、いろんなまたメッセージをお待ちしてます。けんちゃん、あんな懐かしい話、こんな懐かしい話、あったら聞かせてっていうことがあったらね、
また分かる範囲で僕なりに検索をして、思い出して皆さんにお話をしていきたいと思いますんで、どうか皆さん、いいねボタンとけんちゃん55のチャンネル登録の拡散、お一人でも多くの方よろしくお願いします。けんちゃん55ビデオと生配信を合わせて、配信できる限り頑張っていきますので、今後ともけんちゃん55応援よろしくお願いします。今日も最後まで応援ありがとうございました。それではまた、バイバイ、また見てね、ありがとう。お知らせです。岡本ちゃん55お留守番生配信は10月7日土曜日15時半よりけんちゃんの姫路情報を予定しております。お楽しみに。